はい、皆さん。はい、皆さん、こんばんは。よいしょと。いかがお過ごしでしょうか、こんばんは。はい、こんばんは、こんばんは、皆さんね、来ていただいてありがとうございます。よいしょ、アンニを招き入れます。どうも。はい、どうもどうも。どうでしょうかね。私は前回言えたので、なんかでも良さげな環境になってないかな。前よりは少しずつ環境を整えているんですが、うん、こんばんは、聞こえてますよ。ありがとうございます。コアラモードのアニュです。そしてコアラモードの大畑です。はい、だな、今日はもう前回ひどいありさまだったからね。いや、なんかその前回は小畑さんが手作りのなんだっけ、オムライスじゃない、ナポリタンか、ナポリタンをあの持ってきて見せてくれようとしたところで私が固まって落ちるっていう感じでしたけど、うん、はい、あの今回は落ちないようにですね、少し状態が良くなってますので、はい、今のところ大丈夫かな。アニちゃん今日ないでね、だってお化けのマーク、気をつけます。小畑さん髪の毛で、はい、って書いてある。そう、髪の毛切る問題、皆さんどうしてますか。なかなかいつ行こうって ね、ちょっと今じゃないかなって思いもありつつね、行きたいなって気持ちもあるけど、うん、ね、そう、自分で切ってる人も最近増えてて、ね、だきような人もいらっしゃるけど、ま、だからさ、うん、ね、このままだとロングになっちゃうね、お互いに、お互いに、ね、ね、自分で軽くするぐらいはできたらいいんだけどね、すいたり。そうですね、すくのはちょっと難しいんじゃないですか。だろうなって思って、僕は不器用なんでね、自分でやったら絶対うまくいかない自信があるから手はつけてないんだけども、うん、そうだよね、美容院は必要ですよね。必要だしね、美容師さんね、今いろんな思いでいろんな対策してね、営業されてるお店ももちろんたくさんあるんで、うん、なんか、はい、あのこうやってあのインスタライブみたいに、まあそのこういう画面でお話しながら髪の毛を切るのをサポートしてくれる美容院があるんだって。へえ、ね、だから髪の毛切るときこうやって切れば、もうちょっとこっちこうやって切った方がいいですよとか言って教えてくれるんだって。それは画期的だね。ね、すごいよね。アンニュの音声時々切れるって。ん？アンニュの音声途切れるって本当？環境は変わったの？お前と。環境変わったんですけどね。うんうん。まだダメかな。ただ消えはしないと思うんだ。そうだね。前より圧倒的にいいけど。うん、ね、多少のね、うん、あれこれはあると思うけども、うんうん、ちょっとね、Wi-Fi でやってますんで、はい、ね、今日もお付き合いいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、うん、ねえ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 、うん、小畑さんなんかシェフっぽい格好してますね。シェフっぽい、ただの白シャツですよ、これは、うん、シェフっぽいです。シェフっぽいですか。シェフっぽいですか。オムライスなんでしょう。なんかいろいろ今用意してたものが階段の下に落下しちゃったわ。ね、どうしたのどうしたの、なんだってなんて言った、いろいろ何してた、準備してたものが落下してっちゃった、階段の下に。大変だ。いいです、はいはい、階段があるんですね。なんかそこのなんかそのはしごが、うん、ね、おばさんの部屋。そうそう、もうこのね、僕の家から配信とかしてるんで、僕の部屋がロフト付きってのももうみんなにバレちゃってますね。はい。イエーイ。イエーイ。シェフっぽいですか。うん。いろいろ最近料理もしてますからね。ねえ。ちょっと待ってね。みんなのコメントも読む。でもいっぱい料理してんだけどさ、エプロン持ってないんだよね。え、うん、そんなシャツで料理したら大変だもんね。
面白シャツでさすがに料理できないからね、うん、ちょっとカーテンさ、カーテンさ布にしてさエプロン縫ったら、カーテンを布にしてエプロン縫う、そうか、もうじゃあおうち時間で、そうか、裁縫までチャレンジしようって話。そうだよ、カーテンを使ってさ。家庭科の成績僕めっちゃ悪かったからね、うん、あ、そうなんですか。本当に家庭科の先生と馬が合わなかった。あ、そういう問題なんですか。問題結構あったわ、うん、いや、ぜひエプロン、それかね、なんか買ってくださいよ。エプロン、エプロン姿も見たいと思いますよ、みんな。そうか、そうだね、ちょっとじゃあ料理動画、料理配信とかやれたら面白いかな、せっかくだもん。いいか、なんかこの前ね、なんか、うん、何、おばさん何作ってほしいって言ったら、いろいろ言ってましたよ。うん、あ、ほんと？煮物とかも作ってほしいって。煮物ね、うん。いいね。あとはね、なんだろう。おばさんが作んなそうなやつ。ひじきの、なんか、やつ。ひじきあんま食べないね。うん、肉じゃがいいね、肉じゃが。肉じゃがちょっと作ってみたいなって思ってた。あれ、無水だった。お米炊かないんです？お米はね、炊くよ。炊くけど、でもやっぱもう自炊する上では、ほぼほぼこう、なんだ、パックのご飯買っちゃってる。あら。結構しょっちゅうね、ご飯食べてるからね、最近。ね、そうなるよね。食べた方が、うん、コスパがいいだろうなと思いますよ。うん。筑前に唐揚げは？だって、チャーシュー作りませんか？だって。いいね。いいと思う。うん。なんかそう、メインディッシュばっか作ってるのよ。カレーとかオムライスとかさ、ナポリタンとか。洋食屋さんみたいだよね。なんか、サイドメニュー作りたいね。ごめんなさいね、僕の話ばっかりしちゃって。洋食いいですね。うん。あとはなんだろうね。アンニはなんか料理とかしてない？今日あのマフィン作りました。ね、マフィン、マフィン、あ、お菓子か。お菓子作ってます。てんだ、お菓子作りされてる方多いよね今ね。お菓子作り動画とかツイッターとかでめっちゃバズってるよね。ヨーグルト入れて、うん、とっても美味しくできました。ヨーグルト入れんだ、マフィンって。うん、入れない。あ、入れないの？入れないところに入れないんだけれども、今回入れてみました。なるほど。なんで美味しくなるの、マフィン入れると。マフィンじゃない、マフィンにヨーグルト入れると何マフィン入れてない。ヨーグルトを入れるとちょっと酸味が出て、うん、でもマイルドでしっとり仕上がるんですよ。興味深いな。お菓子はね、一回も作ったことないですわ、僕。うん。うん。ワールド。ね、ちょっとすいませんね。冒頭から僕らが喋り、ゆるーく、ポチのない話してますけど。かけた。え？下、何見てんの？何書いてんの？おばさんでーす。俺、そんな顔してる？そんなに鋭利な顔してる？俺。鋭利じゃないよ。しっとりしてる。そんな三角形の顔してる俺。三角形、そんななんか、もう一回見せて。あ、似てる？みんなの評価似てるなのこれ。ギロスケさん似てる？ワロタ。似てるって。ただね、ちょっと顎がなんかバランス的に前に出すぎてる。失礼しました。うん、だからすっごいしゃくれてるみたいな構図になってるよねこれ。あ、いきなりだね。そっくり。オプションもあるってこと？え、何ですか？これはそういうオプションもあるっていうこと？そのなんか絵を突然描いたりとか。そう、なんか前回お絵描きコーナーやろうねって言ってたら、私が出たり入ったりして、あの、そうそう、出たり入ったりっていうか、うん、なかなか時間になっちゃって、そう、今回は、いいよね。スマホを持って入ったのに。あれ、アンニュ？アンニュぐるぐるしてるのうちだけ？ちょっと、アンニュ？
皆さん、アンニュのこと見えてます？あ、戻ってきた。喋って。喋って。もうダメじゃん、これ。何の対策してたの？声また出ないじゃん、これ。え、またじゃん。ちょっとこれ2回目はないよ、こういうの。いろんな対策した上で、2回目は大丈夫にすべきでしょ、こういうのって。アンニュ。もうちょっとこれどうしたらいいの？ちょっと。ピースじゃないの、ピースしてる場合じゃないんだよ。取り残された俺の気持ちも考えてくれよ。あら、まあですよ、本当に。音も消えちゃったね。ちょっとこれシャレになんないよ、もう。何の対策をしたんですか、一体。そんなに古いスマートフォン使ってんですか？バイバイってね。はい、アンニュいなくなってしまいました。皆さん申し訳ございません。電波が乱れております。はい。もう、なんか回線を良くするっていうか、電波状況を良くするなんか機材みたいなのをちゃんと買ったはずなんですよ。で、それで、その上で今日もね、いろんなチェックした上で臨んでるはずなんですけど、今日もこんな感じ？もう前回その感じだったからさ、まあそれこそ月末だったからさ、こう、ね、速度制限だったんじゃないかとかさ、まあ、そんなことはきっとないはずなんだけど、うん、あと、まあ、Wi-Fi の環境が良くないんじゃないかとか言って、こう、Wi-Fi をさ、あの、有線で繋げるような、そういう機材も僕が紹介して買ってるはずなんですよね。ちょっと、もう、見に来たらこれで面白かったってね、すいません、むしろね、見に来たところで大変な目に遭っちゃってますね、今ね。今日もこれで行きますって、今日もこれで行きたくはなかった。行きたくはなかったけど、ちょっとこの感じは確定っぽいね。うん。どうしたらいいでしょうね、これ。はい。お約束で、お約束にね、しちゃいけないと思うんですけどね、こればっかりはね。はい。うん。アニュいる？アニュいる？あ。いや、なんかさ、笑顔じゃないんだよ。こう、ニコじゃないんだよ。こう、なんかこの、あ、顔文字、顔文字、絵文字、顔文字送ってこないでください。あのって。入れない？あ、来た来た来た。はいはいはい。アンニュからのリクエストが来てましたね。いやいやいや、焦りますよ、これは。アンニュが間もなく入ってきます。どうすんの、これ。どう、対策したんでしょ、電波の。うん、あのーはあるんだけど。どうしてでしょうか、これ。いや、笑い事じゃないんだよ、これは。今日すごい、人を、なんていうの、ちょっとこう、相談したじゃないですか。どっちが、この、親子の、うん、あ、そうね。アカウントにするかって。そうそう、これだから、このコアラモードのアカウント。だから、2画面の放送ってアカウントが2つないとできないんですよ。そうで、本アカウント、コアラモードっていうアカウントは、をどっちが、最初にスタートするんだよね、そのアカウントで。で、その本アカウントが、もう一個のコアラモード2って今アンニュが入ってるアカウントを招待するっていう形で今この2画面放送やってるんだけど、俺が親でよかったわ。そうだよ、やっぱりおばさんが親でよかったんですよ。いや、あんまり僕嫌なんですよ。やっぱこれさ、このスクショとかみんななんかツイッターにアップしたりするじゃん。なんかそうするとさ、この縦画面のスクショってツイッターにアップすると俺の画面がアップになるのよ、サムネイル。あれ、またアンニュ途切れてない？またぐるぐるしてない？ちょっと、早いって、今入ってきて1分も経ってないんじゃないの、もう。ここで200人超え？あ、アンニュ声発してみて、喋ってみて。もうダメだね、これ。声発してすらいないんじゃない？もうこれは、ゆゆしき事態ですね、皆さん。本当に申し訳ございません、本当に。もう来ていただいたのにね。なんかこのアンニュの電波状況、見守る放送みたいになってますけどね。アンニの電波状況改善されたら終わるんですかね、このシリーズは。もしかして、うん、この映像だけ妙に途切れ途切れ目な映像が残ってるのが腹立たしいですね、またね。そしてなんか全然悲しそうとか全然焦ってなさそうなのが余計なんかね、ねえ、まあ、あの笑顔の裏で相当なんか焦ってはいると思うんですけどね、きっと。
この子もね、メジャーデビューして5年ぐらいのキャリアがあるんで、きっと焦りは相当なものだと思うんですけど。はい。おい、ね、あんな、なんかね、何の真似なんですかね。あ、もう、ちょっとね、もう ボディーランゲージですか。ボディーランゲージだとしたら何を伝えてるんですか。あ、もうなんか、沈んでってんですかね。こう、何それ。それ何、犬、キツネ、キツネ。もう、あれですか、こう、音をなしで楽しめるようなね、動きを。そしてバトンを渡されましたけど、あ、戻ってきた。はい、今のね、動きを受けて僕は何も喋ることはないんですけどね。あ、どうしましょうね。もう、はい、どうしましょう。ちょっと心なしか、この放送が始まった時よりも、めっちゃ僕焦って声が出てますね、今。はい。お隣さんまで聞こえてそうなぐらい声出てるんですけど。いや、びっくりした。ね、皆さんどうしましょうね。皆さんどうしましょうねっていうか、まあ、どうしようもないね、こればっかりは。うん。アンニュの電波が切り始めてからね、来場者数が200人超えしてるのがちょっとなんとも面白いね。すいませんね、枠が切れちゃいましたね。またみんな戻ってきてくれるかな。はいはいはい。ほい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 。今、アンニが入ってると思います。入ってきた。どうしたの？切ない顔してらっしゃるけど。どうしたもこうしたも声がなくなっちゃうんですよ。声がなくなって、なんか突然すみません。メインの枠も一回落ちちゃいまして申し訳ありませんけども。はい、ついに私に愛想をつかせて、やめちゃったのかと思いましたよ、うん。俺の独断でそんなことは、ね、そんな権利はないね、俺には。はあ、切ないな。切ない。あ、もう200人ぐらい。やっぱりこうやってテレワークという状況で、うん、自分の家の環境が一体どれだけちゃんとしてないかっていうのを、まあちゃんとしてる方だと思ってたんですけど、うん、やっぱりこうやって公式でやるのには足りなかったね。おばあさんはメカ人間じゃないですか。メカ人間、メカ人間っていうとあれですね、それ機械に詳しいという意味で言ってるのか。メカ人間っていうと俺の中身がメカでできてそういう感じじゃなくて、その、うん、おばさんはね、機械に昔から詳しいじゃないですか。やっぱりコアラモードっていうユニットをやっていく上で、おばさんっていう人がメカに詳しいっていうのはすごくプラスポイントなので、非常に助かっております。私はとってもアナログ人間なので。アナログ人間なのね、はい、ちょっとアンニュ前より電波悪くない？大丈夫？なんかお絵かきコーナー、ありがとうございます。聞こえたな、はい、あ、やりましょう。そうだね、うん、せっかくだからじゃあお絵かきコーナーやろう。お絵かきコーナーはさ、もう最悪俺だけ喋り続け、止まった、また止まった。これラグってあんのかな。もうじゃあいいよ、止まった前提で進めていこう。うん、止まった前提で大丈夫。アンニュいなくなった。アンニュ聞こえてる今？アこれタイムラグがあるとさ、多分コーナーが進まないんだよね、きっと。アンニュ聞こえてたら手挙げて。事故やん。ちょっと、これ前より電波悪くなってんじゃん、もう。本当に申し訳ありません。もう、どうしましょうね。どうしましょう。あ、まあこれ、絶え間なくアンニュからね、参加リクエストがまた来るんで。はい。どうしようかな。はい、じゃあ。うん。も
もうなかなかね、僕もつなぎようがないぐらい絶句してしまうところでございます。何書いてんの？はい、つながったよ。テーマは？テーマは何？ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ書くの？ピカチュウなの。なんか既にアンジュすごい電波悪いけど。なんか口こう擦れてない？俺だけ？ピカチュウね。じゃあそう。なんか、はい、ピカチュウね。はい。大丈夫？あの人もうすでに電波悪そうだったけど。ピカチュウ。ピカチュウでいいの？でも俺ピカチュウ割と得意だよ。小学生の時めっちゃ書いてたからね、ピカチュウ。あ、でも小学生の時なんてもうだって20年ぐらい前だからさ。上手に書けるかな？覚えてれば。あ、結構可愛く描ける気がするよ、これ。あと、アンニ、これあれだよ。インスタだから、画面反転するから気をつけてね。なんか、ニコ生時代思い出すな。2016年、17年ぐらいまで僕たちはニコニコ、あ、早く急げと、急げって言ってんの。あ、もう音声切れてるね。はい。ちょっと待って。丁寧に書くぐらいいいじゃん。そんな。まあ、いなくなってんじゃん。一生懸命ピカチュウ書いてたらいなくなってんじゃん。どうするよ、これ。もう。じゃあ、アンニュが戻ってきたら、はい。これもう、アンニュを引き戻し続ける放送になってんじゃん。これ大丈夫これ。はい、じゃあ、アンニュの音が生きてるうちに見せ合いっこしましょうか、じゃあ。アンニュさん、承認しましたよ。来てください。なんか電波前回より悪いってこと？あ、はいはいはい。それピカチュウじゃないよ。それピカチュウじゃ、なんかもうすぐ音声切れちゃうから、早く、早くピカチュウ。あれ、聞こえてないの？ねえ。ねえ、ちょっと。え、本当に音声聞こえないよ。はい、はい、はい、うん。じゃあ、せーので。もう、どうしたの、あなた。どうしたの。もうすぐ時代は 5G だよ、あなた。3G とかより前の感じになってない、今。すごいなぁ。すごいな、なんか、10年ぐらい前のビデオ通話とかの方がまだ回線良かったよ。何も聞こえないんだけど。これ、だからさ、時差あんの？時差はある？あ、聞こえてないのかな？すいませんね、もうカオスで。ね、こんなカオスの状況でもうね、220人近くのね、今日の中で一番多い人数来てくださってますけど、はい。もう、アンニュを引き戻し続ける放送じゃん、これ、もう。どうしてくれんの、これ。もう、ちゃんとこっちの指示は聞こえてんのかな。業務連絡もこの画面越しにするしかないもんね。はいはいはい。ね、もう、音声繋がってるうちに見せるよ、ピカチュウ。ね。なんでそんなさ、ぴょとんとして。かけたんです。うん、かけましたから、はい、見せますよ。はい、じゃあ、いきますよ。せーの。あー、かわいい。うわ、かわいい、おばさんの。ガチじゃん。ガチピカチュウだよ、俺の。こんなのやめろ。え？こんなガチ。ピカチュウの人と戦えないよ。何が起こってんのかもよくわかんないんだ、電波悪くて。オリジナリティのあるピカチュウ見て。俺はそうなんだ。え？まあ個性はあるよ。個性はある、認めるし、何そんなゴリ押しすんの？俺もゴリ押しするけど、俺の方がちょっと公式っぽいよ。すごくなんか任天堂っぽいよ。ちょ、そこで止まんなよ、もう。
なんか電波もエンタメ分かってんな。なんだこの電波。もう案に音失ったよ君。もう失ったんだ君。はい、喋って。うん。もう今ぐるんぐるんなってたから画面が。そこで書き加えんのね。はいはい。書き加えてるね。はいはい。もうじゃあいいよ。そういうなんかもう音を使わなくていいね。遊びを続けてください。はい。なんかヒゲっぽくなりましたね。はい。ね。ヒゲ書き加えて。これだから時差はあんの？アンニュ。こっちの声聞こえてる？聞こえてる？聞こえてないのか。聞こえてたらはいって言って。聞こえてたら。聞こえてないんだね、これね。ああ、そっかそっか。すごいな。独自性の追求、そうだよ。もう、絵とかじゃないよ。この配信がもう独自性を追求しすぎてんだよ。電波状況の悪さをみんなで楽しむみたいなのは不本意なんだよ。これはだってあれでしょ？もう音ないでしょ、アンニュ。聞こえる？聞こえてないね、これ。ピカチュウとオバタを並べんでいい。ピカチュウと妙に顎が三角のオバタを並べんでいいんだ。ディズニーじゃないんだよ。なんだよ、なんだよ、カレンダーの裏に書くんじゃないよ。ディズニーのカレンダーの裏に書く、何月なんだよ、それは。もうよく見えないけど、反転しちゃってるし。うん、分かったよ、はい。うん。裏に書いたのね。あと2つ書けるよ、みたいなこと。あと2つ書けるほどのもう体力がないよ、俺には。この番組をエンタメとして維持し続ける自信がないよ。今までで一番面白いかもとか言ってる人もいるけど、ロビン・コップさん、ね、次は何書きます、もうバイバイ。どこですんのこれ。あー、もうどうしようね。今何分やったのこの放送。ちょっとね、今何時なんですかこれ。あ、まだ残ってるね、これね。はいはい。今30分ぐらいやってんだね。うん、いやー、カオスな30分だね、これ。うん。あ、アンニュが来ましたね。いやね、こんな配信をね、続けてたらもう、クオリティに関わりますから。うん。どうも。どうも、だってね、はいはい。もう、本当何回聞いたら気が済むんでしょうか。1分も持ってないから、あなたの電波。そうだ ね, ね。でも今回もお絵描きコーナーうまくいってよかったです。今回持ってるから、今回初めてだし、そのあもう最後の言葉それだけ。もう電波切れそうだけど、なんかまた、うん、喋ってるあ、音がもうひどいね、これは。うん、そろそろ30分経ったので、もうダメですね、これはもう。はい、小畑さん頑張ってっていうね方もいらっしゃいますけど、これどう頑張ればいいんですか。はい、僕の一人喋りで時々アンニュが邪魔しに来るみたいなバランスの放送しかもうなし得ないね、これは。はいね、はい、もうアンニュ音失ったよ。30秒ぐらいで、もの30秒もなかったかもしれないね。えで、多分このモードになっちゃうと、もうあれだね、こっちのメッセージは何一つ聞こえてないんだよね、きっと。ね。聞こえてるよね。聞こえてないよね。もう何喋ってるのか分かんなくなってきて、俺。繋がってる時は画像が綺麗なんだけどね。そうそう。もうダメですねってね、もう。はいはい、もうぐるんぐるんしてますよ、これ。どうしてくれんの、もう。どうなっちゃってんですか、もう。すごいな、もうさっきのこう画面にこう絵をピカチュウの顔寄せてったらぐるんぐるんしだしたの、なんか電波のこのグルなんじゃないかって、ね、電波誰かアンニュの裏で操作してんじゃないかって毎回思いますけどね。このナポリタンをさ、前回俺がさ、アンニュに今日何食べたのって言ってナポリタンって言って、そこに冷蔵庫があるんだけど、冷蔵庫まで冷やしておいたナポリタン持ってって、何ナポリタン持ってきて見せた途端に、アンニュのね、電波が悪くなるみたいなことがありましたけど、まあなんかなかなかのタイミングでまた電波が悪くなってね、またいなくなって、また入りたがってるよ。もう入れないであげようかな、もう。参加申請来てるけど入れないであげようかな。もうこの操作僕何回やってんだろうね、今日ね。うん、
ナポリタン事件。ひとまずコーヒー、そうね、コーヒー飲みたいぐらいで。いやほら、喋り続けて、こうね。仲間に、仲間に入れてください。仲間に入れてください。電波が。あの、最後に、はい、もうそろそろ時間なので、締めの言葉を、おばたさんに託したいと思います。アンニュがいいよ私の命が残ってる、このここに出られる時間は短いんですが、うん、一言本当に今日もありがとう。あと皆さん体調に気をつけてコアラモードの楽曲ぜひ聴いてください。もう本当最後の言葉みたいな、コアラモードの楽曲ぜひ聴いてくださいプツンって感じだったね。まあまあそう、体調に気をつけてくださいはしっかり聞こえたよ。うん、本当に今日ねこんな感じになっちゃって申し訳ありませんね。本当にもうアンニュもお辞儀して、お辞儀もうすいませんって言って、あもう多分こっちの指示も聞こえてないんだねこれね。うん、途切れ途切れですね。もうどうなっちゃってんですかね、こればっかりは。うん、ウルトラマンより短いね、本当にそうだね。うん、ウルトラマンの10分の1も持ってないんじゃない。うん、いやー何書いたの。ありがとうがね、反転してますけどね、はい、ありがとうって言ってますね、アンニもね。はい、イラストでね、参加していただいてますけど、アンニさん。はい。ね、アーカイブ残るんじゃないですか。なんかもう残すのも不本意なぐらいですけどね、こればっかりは。うん。ありがとう。はい、分かった方、もう A で参加するしかないもんね。はい。そうだね。ちょっともう俺の顔アップはいいんだよ。上下俺はもう暑苦しいだろ。上下尾形はいらないんだ。うん。はいはいはい、ありがとうございます。いやー、そっか、もういろいろさ、いろいろ用意してたのよ、今日。ねえ。これさ、ほんとに。なんか、こういう感じでさ、今日子供の日じゃん？子供の日だから、なんかこういうトークテーマとかも用意してたのにさ。はいはいはい、もうね。わかったわかった。うん。はい、本当に皆さんね、楽しみにしていただいたのにこんな感じになっちゃって申し訳ありません。はい、次こそはね、3度目の正直っていうところをね、目指してね、ちょっともうこの感じでね、放送続けるの困難じゃないかなと思いますんで、2枠目行くの、2枠目行かないよ。ね、はい、逆さ文字で書いたのって。これインスタライブだからね、自分、セルフィーのこうさ、カメラで撮ろうとすると反転しちゃうんだよね。うん？ぼーっとしてた、うん、ちょっとよくわかんないんだよ。しかも反転してるから読みづらいんだよ。ぼーっとしてた、何の話なの。もう二度あることはって振り皆さんしてますね。ね、DGMG さん、マルピーさん、二度あることはって書いてる。ぼーっとしてた、何。もうこっちの声も聞こえてないからコミュニケーションになってないね、これね。ぼーっとしてたんですか。子供の頃ね。子供の頃ぼーっとしてたってことね。ようやく分かりましたけど、唐突でしたね。かなりの時差が生じてんだね、これね、きっと。あらまあ、うん、なかなかですよ、今日の放送はね。はい。どうしましょうね。もうじゃあこれでね、おばたさん喋りが上手くなってるってね、書いてくださってる方いますけど、はい。ちょっと喋んないと持たないんですよ、これ。ね。これ終わった後、本当に僕、げっそりしてると思います。はい。どうしたんですか？顔にね、赤い衣服を巻きつけて、はい、あ、バイバイって言ってますね。じゃあこれもう、はい、バイバイにしましょうか。今日はね。はい、皆さん本当にありがとうございました。皆さんね。ちょっとね、次こそはというところで、放送をね、お待ちいただけたらなと思います。また懲りずに次回もね、来ていただけたらなと思いますよ。ねえ。ちょっとね、フリップで会話できたらいいなとも思うんですけど、ちょっと時差がひどいみたいでね。うん。なので、そうですね、コアラモードの歴史に残るインスタライブですねってね、言ってる方もいますけれどもね。うん。そうね。はいはいはい、赤ずきんちゃん。
ね、声聞こえ、やっぱ声聞こえないんだね。アンニュからコメント来てます。声聞こえないって、コアラモード2って、これアンニュですね。はい、ということでね、皆さん本日もありがとうございました。はい。次こそは、電波をね、改善してね、いただけると思いますので、あの手この手。っていうか、そうじゃないともうインスタライブできないんで、これ。うん。はい。よろしくお願いします。はい、というところで、本日はお開きかな。うん。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。